におめでって、あれ？いぶきちゃんいなくない？そうだね、変だな。いぶきさんってこういう集まりに遅れるイメージあんまりないんだけど。だね、まさか何かトラブルとか？ごめんなさい、遅くなっちゃった。あ、噂をすればこっちこっち。本当にごめんなさい、京子の誕生日だって言うのに遅れちゃって。いや、それは全然大丈夫だけど。珍しいね、伊吹さんが最後に来るのって。何かあったの？何かってほどはなかったんだけど。真面目な伊吹さんが遅れちゃった理由知りたいな。よかったら教えてくれないかな？別に大したことじゃ。大したことじゃないか。私、伊吹さんに何かあったんじゃないかってものすごく心配してたんだけどな。わかった、言うわよ。実はおばあさんが道に迷ってるのを見つけて案内してたの。まあそのせいで私もちょっとだけ道に迷っちゃったんだけど。わあ、伊吹ちゃんかっこいいよ。うん、かっこいいです、伊吹さん。ヒーローって大げさすぎるわよ。そんなことない、いつでも誰かに親切にできるって伊吹さんのいいところだと思うし、ヒーローがお祝いに来てくれるなんて今日は最高の誕生日だな。京子まで。もうこの話はおしまい。今日の主役は京子なのよ。じゃあ全員揃ったことだし、改めて京子ちゃん誕生日おめでとう。京子の誕生日くらい覚えてて当然でしょ。なんでにやけてんのよ。ハッピーバースデー京子、みんなでいっぱいお祝いしちゃうからね。お誕生日おめでとう京子、とびきり豪華なケーキを用意してるわよ。みんなに誕生日を祝ってもらえるなんて嬉しいな。本当にありがとう。私たちは誰にも負けない。